この間買った漫画がない。宮の仕業だな。取り返しに行こう。平和なやつだぜ。今日は休みなんだし、とにかく寝るぞ。ガチだな。退屈だ。ネットで暇つぶししよう。甘神じゃねえ、キミキスっていう、まあこれのやつの前のね、作品の実況を見た時に、ネットで暇つぶしするとね、一日中ネットやってるね、まさに R 状態になったんだよね。休み、とにかく寝る。まあ寝るのも R 状態なんだけどね。どうしようかな。漫画は読まねえからな。じゃあネットでさ、あのりほこちゃんの、日曜日なのに暇だ。とりあえず駅の方に行ってみよう。お、マジかよ。全然気づかなかった。あ、やべえ、危ねえ。駅前だって初めてじゃん。これちょっと、なんだろう、ポツンってさ、石ころのように置かれてるから全然気づかなかった。さて、家を出てきたのはいいとして、何しようかな。用事もないのにさ、家出ないよね。とりあえず駅の方に行くか。お、新しいマップですね。マップっていうか背景。綺麗だな。石畳があるとこっていいよね。こういうタイルみたいなところ。こっちに来てもやることがない。やっぱりゲーセンが正解か。仕方ない。じゃあ R 君金あるね。何が？え、いやだから、驚いてる。カオル、やっほー。あ、ファミレスではないのか。お前何してるんだ。暇だからブラブラしてた。一緒か。寂しい休日か。一人でゲーセンに行こうとしてる人よりはいくらかマシ。変わらんよ。どうしてそれを。あんたのことくらいお見通しよ。くっ、ガッツが足りない。さて、そこで提案。私と遊ぼうだろ。大正解。やっぱりな。あんたも暇、私も暇、セットにするとあら不思議、熱い恋人の出来上がり。面白いね。安上がりな恋人だな。安かろう悪かろうってね。フォローになってない。うっさいわね。それよりどうすんのよ。遊ぶの、遊ばないの。何して遊ぶんだよ。当然遊ぶ方で。そう来なくちゃね。じゃあ早速ゲーセンにでも行こっか。結局ゲーセンじゃねえかよ。今から遠出するのも面倒でしょ。あのさ、カラオケとかないんすか。飯とかないの。そりゃそうだけど。いいのいいの。もうカオラさん的にはね、どこでもいいんだろうね。R君と一緒なら。引っ張るなって。そんな女の子いるかね。でもさて、何からやらかす。決まってるでしょ。ねえ、対戦格闘よ。どうした。対戦格闘、ソウルキャリバーと鉄拳しかできないですけど。最近ちょっと練習してんのよね。やべえな、こういう子ってさ、ちょっと練習するとすぐ上手くなるからね、大変なんだよね。じゃあその練習した腕前でも見せてもらおうとしようかな。ふふ、声面かかしてあげるわ。やべえ、こいつハメ技しか練習してねえな。言うじゃねえか。それじゃ、お金入れるわよ。どうぞどうぞ、いつでもいいぞ。くっ、ほら、絶対永久とか入れてきてんでしょ。遅いわ。そんなん繋がるの。何ゲーですか。てか、R くんはそんなやってないのかな。繋がるの。繋げないで。あ、対戦格闘、あのガンダムのやつもあれは格闘なのかな。 3D 格闘ゲームなのかな。あんた、それ誘ってるの。どうかな。この間梅原が使ってた技を真似するのは悔しいけど、ここで負けるわけには。ん？カオル、どうして動かない。見たことない動きしてるから。牽制が雑なのか。まさかここで防御に切り替えるなんて。
うん、その技の流れなら知ってる。今ね、必殺モード発動。どう、何ゲーだよ。嘘だろ。完全に負けだ。どうしよう、アッシュクリムゾンとか完璧に使われてるな。あんたって弱かったのね。格ゲーもね、駆け引きですからね。多分どうして対戦格闘なんてほとんどやってなかったくせに。ん？教えてもらったの。ん？誰から？もしかして梅原か？てかね、梅原から教わるなんてのはね、すごいと思うけどね。プロですからね、あの人。あ、リアルの方ね。そのポスターの人。ん？よくこのゲーセンに来るみたいね。こないだもいたわよ。で、勝ちたいなら相手をよく見ろってさ。連続技ができなくても OK みたい。あ、もうじゃあ反撃とかあれか、割り込みだけで勝つ感じなのかな。ボタンを押して出る技の強さを覚えればある程度は遊べるって言ってた。まあ基本中の基本なのかな。いや、だからって。あとは家でチコチコ遊んでた。まあ、やっぱ俺みたいにね、大技大好き、ブン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 振り回すんじゃ勝てないんだろうね。私、反射神経は自信あんのよね。あー、そっかそっか、言ってたよね。ってことはもう割り込み大好き、角反大好きだよね。反角か。もう一回やる？やるよ。それともお昼にする？ちょ、やる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 よ。ここで引き下がったら男がじゃなくてね、やっぱ勝つまでやろうぜ。まあ、金がね、すっ飛びそうだけど。よし。ん、あれ？お昼にしよう。ん？やらないんだ。やらないか。いや、ご飯食べてからまた何かで勝負させてくれ。お、さすが。そう来なくっちゃね。バーガー食いに行こうぜ、バーガー。負けっぱなしは嫌だからな。いい根性してるじゃない。お前に鍛えられたからな。オッケー。それじゃあ、まずはご飯にしよっか。うん、あ、根性といえば、あんたは何か食べたいものとかある？バーガー行こうぜ、バーガー。特にないんだったら私のバイト先でパパッと食べちゃう。あのさ、バイト先とかさ、休みの日とか絶対嫌じゃない？あの、なんだろう、まあいいや。そうだな、そうしようか。うん、決まりね。人に会いたくないんだけど、知ってる人に。いや、あの、別のとこでもね。おう、ねえ、午後は何で勝負するの？同じやつで勝負しようぜ。そうだな、同じくらいの強さとなるとビリヤードとか、あ、そういうゲームもあるんだ。うん、それよそれ、いいじゃない。ビリヤード面白いよね。一回しかやったことないけど。決まりだね。ん？あ、ちょっと待って。ん？どうした？そういえば中学の時に行ってたビリヤード場ってなくなったんじゃなかった？ああ、そうなんだ。うん、確かね。中学生からビリヤードとかリア充だな、お前ら。そっか、あの店には思い出がいっぱいあったんだけどな。あ、ちなみにね、あるボーリングやったことないです。そうね、あんたが絶不調で T シャツにパンツ1枚まで追い込まれたとか。え、脱衣ビリヤード？そんなのもあるんだ。カオルが絶不調で1週間分のジュースを僕に奢ったりとか。あったあった、懐かしいな。もう一度くらいあそこで遊びたかったね。うん。ああ、でもそしたら今日はどこでやるつもりだ？この近くのダーツ場よ。そこにもビリヤード台があるはずだから。ダーツもその時1回やったかな。へえ、そうなんだ。じゃあとりあえずそこ行ってみるか。まだラウンド1ってあるんですかね。そうね。今 JJ とか全然わかんないんだけど。おいおい、裏通りだな。到着。ん？このお店なんだ。うん、なかなかいい雰囲気でしょ。いや、やばい雰囲気しかなさそうだけど。なんか隠し部屋って感じでさ、私一度来てみたかったのよね。まあ、中入ってみようか。じゃあ、うん、
じゃあ早速入ってみましょう。ちょっと大丈夫かな。おちょっとね、カオル。お、いい雰囲気じゃん。へえ、いいムードのお店じゃない。ねえ、ジュークボックスあるじゃん。ジュークボックスにあれ、ピンボールもあるじゃんあれ。へえ。で奥にね、あのビリヤードじゃなくてダーツの台があって、結構かっこいいね。それなんだかお酒飲みに来た客が言いそうなセリフだな。ん？飲んじゃう？やめてくれ。冗談に決まってるでしょ。ある一口でね、酔っ払っちゃうんで。お前が言うと冗談に聞こえないんだよ。そうかもね。まったく。いいじゃない、いいじゃない。さあ、そんなことよりぼちぼち始めよう。ああ、そうだね。あ、そうかそうか、ビリヤード台もどっかにあるのか。すげえな。じゃあ、私は台を借りてくるから、あんたはあっちの方で待っててよ。なんか飲んでこうぜ。うん、よろしく。はい、お待ちどう。ソルティードッグとか飲んでようぜ。ああ、おかえり。それじゃあ、早速勝負を始めるわよ。よし、そうだな。と、その前に。なんだよ。ん？おいおい、なんだ？ん？お前何してんだ？見ればわかるでしょ。このままじゃ暑いから上脱いでんのよ。ああ、まあ普通のことですね。結構店内って暑いからね。何よその目は。何着てんの下に。別に色仕掛けで勝とうとかじゃないから安心しなさいって。そっか、あんたとの勝負は真っ当にやんのが私のルールよ。他の勝負も真っ当にしてくださいね。しごろさいとか絶対やめてくださいね。色仕掛けをしないにしてもそれを意識させるのはどうなんだ。そこはもう心理戦ですよね。くそ、負けるか。格ゲーの雪辱、ここで晴らすんだ。屈辱だったね。で、晴らすんだって。ちょっと疲れが溜まってきたかな。ああ、それでも、目が勝手に。あ、ねえ。え、それ見せてくんないの？カオルさんの色仕掛け。なんだい？一応ルール確認。いつものナインボールでいいのよね。そうだね。ん？うん。数字の順番に落としていって先に9を入れた方が勝ち。俺もそれしか分かんないや。オッケー、そんじゃ始めるわよ。よし、やってくぞ。できんのかな。あ、できない。あのさ、そんなに色仕掛けするほどの服じゃないよね。あの胸がガッて出てるわけじゃないしね、腕が出てないし、お腹もそんなに見えないし。これで色仕掛けってことは R くんね、実況者 R よりも産毛系なのですか。あ、何、あ、そうかそうか、これ何、下着が見えてんの、キャミソールみたいなのが見えてんのかな。あ、もうついていけねえよ。違う、どこを見ているんだ。ゲームに集中するんだ。クールになれ。出だし好調。まあ、別に自分の番になれなってさ、番を見ればいいんじゃないねえ。なんだっけ、ハスラーだっけ、打つ人、あれを見てさ、精神攻撃してもいいんじゃないの。久しぶりなのにやるじゃねえか。まあね。でも大事なのは次からだ。そんな分かりきったことを今さら。一枚上手ですね。次は、狙いにくいわね。ある一生懸命打てなかったら、優しく優しく打って優しく落とさないとダメだったね、昔から。まあ1回2回しかないけどね。し、黙ってて。さあせん。そうだよな、カオルが集中してるんだ。声を出すのは短足だな。僕も集中しなくっちゃ。さて、どこに目が集中するんですかね。うん、腰のラインも捨てがたいけど、やっぱり僕はこの角度の胸元が。
ダメだこいつ。僕はどこに集中しているんだ。ああ、惜しい。どうにもならねえなこの子。狙いは良かったんだけどな、デューフ。狙いが良くても弾が入らなきゃ一緒よ。まったくだ。そうだけどさ、勝たなきゃ意味ねえんだよ何事も。ほら、あんたの番よ。はいはい。よし、まずはここだ。集中集中。あ、そうかそうか、ナインボールって打てばずっと打てんのか。やったね。やるじゃない。角度の計算とかさ、面白いよね。僕だってこれぐらいはできるさ。僕だってやれるんです。大事なのは次からよ。うぜえ。ここで次のを沈めておけば。集中集中。おい、うん、やっぱり僕はあの角度が一番。もっと横からの方が良くないか。おっと、あ、あ、ファールね。何したの、落としちゃった。あ、普通にダメだったのか。失敗した。致命的ね、このミスは。致命的な致命傷。分かってるよ。ん、何見てるんだ。多分カオルさんはもう見せているというよりは普通にゲームに集中してる感じだよね。ん？わあ、9番が。あれさ、あの1234567891って順番に落っことしていくんだけどさ、なんだろう、その流れでさ、1番落として2番落として、次3番落とすときに3番落として、その流れで9番が落ちてもそれで終わりなんだよね。それでも、そういうのってどうなの、マナー違反なのかな。いただき。ごめんね、ちょっとペラペラ喋っちゃって、時間がね結構きついのはお分かりいただけるだろうか。あ、遊んだ遊んだ、大満足だ。さてと、それじゃあ帰ろっか。そうだね。それにしてもあんた負け癖ついてんじゃないの。そうそうそう、負け犬根性ってさ、俺結構ド M 精神でどんどん挑戦していくっていう意味かと思ったらさ、違うのね。なんか負け癖みたいになっちゃってることを言うみたいですね。なんだよ負け癖って。ゲームにしてもビリヤードにしても結局私に勝てなかったじゃない、まあ、ここぞって時にね、 弱さが出ると負け癖になっちゃうよね。うん、そうだけど、まさか手加減したとか言わないわよね。手加減というかもう色仕掛けです、自爆ですね。あれ、実は少し手加減してたんだ。うん、本気で言って負けたんだ。そうだな、まあ普通にアル君ね、本気で言って負けたみたいだし、多分手加減してるなんつったら多分ね、男女平等パンチ食らうからこっちでしょ。本気で言って負けたんだよ。いいじゃないその潔さ。言い訳する気はないからな。ふん、まあ、釈明することはねいくつかありますけど。ひょっ、お、今日はさ手つないで帰ろうよ。いい、いいけど、手つなぐ前に言うのが普通じゃないか。デートなんだし、その辺は多めに見てよ。うん、やっぱさ、お付き合いとかしてなくてもデートはデートだよね。うん、いや別に何でもないですけど。そういえば昔も遊んだ後はこうして一緒に帰ったよね。手は繋いでなかったけどな、うん、むしろ今のは地雷じゃなかったか、自爆的なワードだったよね。あんたはいつもはしゃいでたっけ。はしゃいでたのはお前だ、お互いか。喧嘩もよくした気がする。一方的に僕がやれる喧嘩だったわな。フルボッコ。ねえ怒るよカオルさん、怒になっちゃうよほら。いちいちうっさいのよあんたは。
これじゃあ中学の頃の焼きなしだよ。ん？焼き直しだよ。笑っちゃうね。笑ってんじゃないわよ。やめて。どうして二度も叩くんだよ。寒いと痛さも倍増するんだぞ。叩く方も痛いのよ。うぜえ。だったら叩くな。負け犬ちゃんのくせにワンワンうるさいわね。うざってえな。覚えておけよ。次は絶対勝ってやる。このままでは終わらんぞ。うん、覚えとく。絶対忘れない。素直になれるとなんだかやりにくい。そういう日があってもいいでしょ。いい感じですね。あ、カオル、ちょっと待って。こっちから行くと遠回りに。その方が私たちらしいでしょ。なるほどね。あー、面白いね。こっちから帰ろうよ。そうだな。こうしてカオルと楽しく過ごした。40分になっちゃった。大丈夫かな。切った方がいいかな。別に行くか。あ、いやいやいや、切った方がいいのかな。どっか霧のいいとこで切れるといいな。まさかこんなにね、日曜日が長いとは思わなかったよ。ねえ、シシシシ、デートは楽しかった？ニーニー。うるせえよ。とぼけてもダメダメ。その顔見たら分かっちゃうんだから。くそ、今度からデスマスクしねえとな。いい感じですね。あと1週間かな、楽しく過ごせればいいと思うんだけどね。ここに来てのどんでん返しみたいな移るとか待ってても俺はね、一向に構わないけど。じゃあ今回これで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。